はい、ポポンプグニャンストリームですということで、共産党の吉良よし子さん、3回シリーズということで、まあ、第2回目はですね、まあ、やっぱその学力テスト問題ですよね。まあ、吉良よし子さんは文教委員会ということで、やっぱその子どもの教育とか、そういうことにも熱心に取り組んでるんですけども、まあ、本当にその、まあ、学力テストでね、教員評価を上げるとかっていう主張が出てきたりしてるんですけども、いや、そもそも本当その学力テストっていうのは、子どもの教育のために必要なのかどうかと、その世界的な流れに見てもですね、この、テストの、成績だけ良ければいいみたいなね、そういう流れでどうなのかっていうことも話してるんで、ここも、聞いてください。ポン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 ポニャ。はい、それで言えば、学手のお話でございます。学力テスト、学力テストっそもていそう、もの発端ははい、どうしましょうか。発端が某市そう、長のああ、ツイートからですよ某ね。大阪市長。あれは本当にひどいですよね。なんか、学力テストで、なんて言ったんだっけ？最下位になったと、大阪はい、が。はい。そだから、まあ、対策として、うん。うん。学点の成績が上がったら、学点の成績と、校長や教員との、手教員当。の、報酬をリンクさせると。学点が上がったら報酬が上がる、下がったら報酬が下がるみたいな、そういう言い方をツイートしてたんですよね。教員の人事評価で手当のに反映させて、学点の結果をね、順位を。で、それで手当の増減を検討するっていいううことを話を言ったんですよ言ね。ったっていうのが、まことの思っ発たんで端。すよね。だから、なんか、平さんが、実際国会で、学力テストこのについて、なんか取り上げられたんですよね。そうなんです。はで、もうそれはそれこそ教員の働き方問題の文脈なんですけい。ど、もう本当に今の学生って、そうじゃなくても、競争でね、学生のための対策をすることがすごくも現場では求められていて、研究としている実態があるってところで話したんですけど、ただ一応議論の前提をね、確認していくと、その学点って何なのってそうですね。ね、学力テストって言うけど、まあ、テストっていうか学力調査だっていうのが文科省の、あれ、中間テストとか期末テストとか、そういうのとは違うんですよ違ね。う、まあ、中間テストも基本的には学力調査ではあるん調だ査けですど、けど、でも校内でやってる校んです内でけやっどてるね。話で、だあけれど、は全全国国一律でで一律で文科省がやるやつ手を挙げて主催でやるが学力テスト。学力テストで、学力調査、学習状況調査って言って、しっかり全国でやるんだよと言われてやられているものなんですけど、でも名目はつまり学習状況調査なんで、今の、児童生徒たちの子どもたちの、学習状況をそのテストによって把握すると。で、それによって苦手分野とか得意分野とかが分かれば、その後の教育活動に反映させていく名目でやってるんですよ。ところが、その点数を公表して順位まで発表するってなってるから、そこで弊害が生じて、各市町村なんかで、うちが一番下だって、さっきの大阪もそうですけれども、だとすると、これを上に上げなきゃいけないと、なんとか学力を上げるんだっていうことで圧がかかって、現場でどういうことが起きてるかっていうと、例えば1日のタイムスケジュールでいうと、朝の確認テストがあって、昼にもなんかミニテストをやって、で、授業が終わった後、放課後には、補習授業をやりますみたいな。それ学力テストのためにやってることですよね。そう、学力テストのための、文科省がやってるその調査の学力テストのためだけに、そういう対応をしないといけないぐらい大変なんですね。で、もうちょっと言うと、文科省のテストは小学校6年生とか、全体で1回だけなんですけど、でもそれだけだと、そのテストってやっぱりその傾向と対策があるわけじゃないですか。今までどんなやつが出たとかね。で、問いに対し過て去問こうと答か。えていくっていう、そういう技術的なありますものね。がありますよね。
だからやっぱそういうテストに慣れていくっていうことで、例えば東京能力だったらその自治体ごとに自治体主催のテストっていうのをやってて、それがあのもう小学校2年生から5年生6年生までずっと毎年やりますよとか、でそうするともう毎年その学力テストのためのこうあの年間のスケジュールにもなってくる、授業もそうなってくるし、だからそのテスト対策っていうのはあの最終目標は文科省の学力テストなんですけれども、あの毎年の自治体のテスト対策でもあると。でそれが授業の合間にね、さっき言った朝と昼と夜と入ってきて、さらにさっきの年間の計画でいうと4月の半ばにテストがあるんですけど、それまでずっとテスト対策、そこまで教科書開かないんですって現場では。だからもっと言うとその前の学年の3月頃からその前の学年の復習みたいなことでテスト対策をするんで、3月から4月いっぱいぐらいはだいたいテスト対策と。なので教科書開くのは4月後半から2月までの間で、4月後半から5月、2月までの間に1年間のね、言うと、あ、そうか、4月の後半から2月までしかやれない、やれない、あ、期間が短いんですね。短い、はい、本当だったら4月から3月まででやりましょうねって、学習指導要領で文科省が言ってるその授業の内容を現場の先生方は、圧縮されてるんです。圧縮されて4月末から2月ぐらいまでの間にギュッってやってる、うん、休みもあるしね。そうで、間にもちろん夏休みもあるし、で夏休みも夏休みで補習授業とかやってるんですよ、学徹対策の。はやってる、そんなことまでやってるんですか。やってるんです、今の現状、小学校公立ですよ。あ、まあ、だからでも本当にね、その学校の教員の人ね、あの何すごく頑張ってやってる人ほどもう追い詰められて、もうちょっと続けられないって言ってやめてっていうのがね、その結構苦しんだりとかされてる方多いって聞きますけど、そういうことです。だからそういうのがあって長時間過密労働になっていくし、で、あの本当に子供にね向き合って一人一人とに向き合ってきめ細やかな教育したいなって思っている教員ほどそういうのができない、理想とのギャップの中で心を壊していくとかね、そういうことだってあるわけですよ。だから本当にその学力テストってそれ存在そのものが悪なんだけど、結局そうやってまた大阪市長のようにね、それで順位が下がったからそれであの教員の評価も下げたり上げたりしますみたいなことって、まさにもっとその競争を激化させる、最悪ですね、最悪なんです。まさにもう働き方改革に違反するっていうか、もう多忙化をもっと強化していくだけの話で、もしかしたらそれでね、あのボーナス増加する教員の方もいるかもしれないけど、その背景にまさに多忙があるっていう話になるわけで、絶対にそういうね、あの人事評価と学での結果をこうクロスさせるなんていうのはやったらいけないことですね。そりゃそうですよね。大体さ、でも大阪ってあのボコボコあの維新の人たち、あの変ななんかね、あの公募して校長いっぱい選ん で校長がいろいろ問題を起こして、あのボコボコ変わってる、あのいい加減なそんなことやってるから、あの学力も落ちたんじゃねえのかっていうのはもうだいぶ私は思っちゃうんだけど、公募の民間人校長がね、不祥事でいっぱい辞めたりとかして、うん、まあほんでその今ね、この中で新聞載ってたのに、この2年大阪市の学力が低下してるっていうのもね、やっぱり維新姿勢が続いてたからなんちゃうかってね、僕なんか思うぐらい、なんかそう思うよね、今までの失敗を補うために、吉村市長はこんなこと言ったら、人のせいにしてるの、責任転嫁ですよね、それね、自分たちの失策をね、現場の教員に押し付けるなんていうのは言語道断ですよね、で、やっぱね、自治体はね、あの本来そういう激化させることじゃなくて、むしろそういう競争を激化させる学力テストを跳ね返すっていうことが今必要だと思うんです。で、あの質問でやったっていうことで言うと、その要するにあの学力テスト失敗だっていうけれども、ただあの国は強制する権限は持ってないんです。強制はできないんですよ、自治体や学校現場が、やるって言ったらやれるけど、やるって言ったら やってもらえるけど、やらないって言ったら別にそれもいいんですよね。それもいいんです、できるんだっていうのはこの間のあの質問で確認しました。ということは別に学力テストね、やらなくてもいいってことなんだ。やらなくてもいいんです。てか、そもそもでも学力テストのためになんかね、あの、何、勉強しに学校行ってるわけじゃなくて、そうですよ。あの、やっぱり
自分がね、興味があるものにどういうものかなとか、そういう方向性決めたりとか、自分の学力をもそもそもちゃんとつけること、うん、そう、基礎的な学力をちゃんと身につけるっていうのが、うん、大事ですよね。大事なので、うん、それは別にテストがあるなしの問題じゃないんですよ。だって教科書を開けないでね、うん、試験対策だけやってね、うん、で、それで本当にね、まあ、本来のその子がね、身につけたいものとか身につくのかっていう、そうそうそう、そこの問題はやっぱ大きいと思いますよね。まず面白くないですよね、うん、テスト対策だからね、うん、まあ和田さんね、いっぱいテストを今は受けてきたっぽい感じがするし、うまくそれをすり抜けてね方だと思うので、まあ、どちらかというとね、試験的にはね、ガンガンうまく乗りこなしてきた人だと思うし、私とかね、全然そんなことないんで、そう思いますけど。だからそういう、なんていうかな、いろんな個性があると思うんだけど、うん、結局そうやってテスト対策がうまい子だけがこう、ふーっと上がっていけるシステムにしてあって、そういう、それ以外の多様性をね、排除していくことにもつながると思うし、もっと言うとそのテストでね、A と聞かれたら B と答えるじゃないですけど、そういう能力がはあったとしても、本当に自分の意見を、主張するとか、考える力っていうのはテストだけでは絶対に養えない能力ですし、それこそ18歳選挙権になってね、主権者教育の必要性が求められている中で、本当に学ぶべきことは何なのかっていう、そういう考える力とかいうことであればね、やっぱそこで学力テストをやるってことは、それを考える力を育むという点からいくと相反しているものだと思いますね。そうです。いやだってね、本当に何て言うんですか、もう先生もテストで点数上げることばっかり考えたらね、それはもう子供にも悪影響っていうか、ね、よくないですよね。でこう究極はもう成績の悪い子はもうテストを受けさせんようにして、平均で、ああそうか、平均で上げるとかね、あるんですよ。いろんな問題があって、ひどいね。そんなことやってたらそう。受けさせないもあるし、うん、例えばちょっと大変そうだなっていう問題になったのは、先生がこうね、指差しをして、カンニングまがいのことをやって点数上げさせた場問題が、問題になったこともありましたし、ちょっと。はい、ちょっと前の話ですけど、ありましたよね。ありましたよね。もしくは最近でも、アルクではそういうグレーゾーンっていうらしいんですけど、ちょっとそういう苦手、点数が上がりそうにないなみたいな子に対して、じゃあ〇〇ちゃんはこの教科テストのね、この教科ちょっといろいろ大変だからテスト受けないで補習にしましょうかみたいなことで、別室補習にして、でもそれもそれで全然こうなんていうかな、結局学力テスト、学力調査にならんのですよ、こんなことやると、実態をね、統計屋として言わせてもらうと、実態を調べるのが統計の仕事ですから、それをメイキングしてこう操作されて、点数がかさ上げされてたり、平均がずらされてたりしたんでは、これ文部行政に使えるデータじゃ本当はなくなってるんですよね。ちゃんとした調査になってないと思うんですよ、これ。こんなんやったら、だからそれから言うと、やっぱりしっかり調査じゃなくて、サンプリングで毎年で、100個ぐらい、せいぜい、それぐらい選んで、で抜き打ち的にお宅が入りましたと、実態だけ教えてくださいというやり方にして、で内容もその平均点だけ把握して、っていう方向にしないと、調査として意味がないんですよね、これやっちゃう。本当そうですよ。作ってるもんね、今ね。点数作っちゃってますからね。だからやっぱ点数を全部公表して、順位をつけた時点でアウトですよね。だから、やっぱそういう失敗調査っていうことの害悪が、こういうふうにして出ているわけですから。でそれもうそれはもう分かったことだし、今ここまで毎年毎年テストやってればね、もうそういうデータは一定あるでしょうから、もうその役割は終えたんだってことでね、やっぱり一回この学定はやめるっていうのがね、文科省がやるべき対策だと思いますけど、本当に。それこそ第一次安倍政権の頃かな、ぐらいに、ピサショックっていうのがあったんですよね、ピサって。国際学力テストみたいな、で日本の確か国語力、でその論理的な記述力が足りないって、なんかね、ネトウヨに聞かせたようなセリフが
いやいや、わしは安倍総理に聞かせたんですけどね、読み方とかね、ちょっと考えてもらえたら、ね、いや、だから知識じゃなくて、はい、知識は日本人は比較的優れてるんだけど、知識も優れてないと思います、ね、優れてないと思いますが、はい、技術力に問題があるっていうのがあって、それが教育業界でショックが流れた時があるんですよね、はい、まあ、ちょっと前後関係が分かんないんですが、うん、それと学力テストの慌ただしさがなんかリンクしてるような印象は受けてて、今ちょっと年表調べてないのでどっちが先か後かは分かりませんが、うん、でそれ慌てて今の大阪の市長みたいな感じで慌ててなんかやったような印象を受けるんですよね、うん、ただ明らかに起きてることはその時のそのピサが指摘したことのに逆行してますよね、うん、自分の頭で考えて記述をするという力を日本人は身につけた方がいいよと言ったのに、言われたのに違うことやってます。違うことやってます、ね。反対に、自分の頭で考えてやるよりは、試験の、問題を解けるように、とにかく解けるようにしましょう、みたいな。で、そればっかり重視で、ね、良くなって、考える能力がつかないって、もう根本的に間違ってます、ね。文科省は慌てて今、アクティブラーニングとか言い出してるわけですけど、で、アクティブラーニングってそういう議論をしながらね、体験的に学習して考える力を養おうみたいなことを言ってるんだけど、一方で学力テストはやってるわ、うん、でアクティブラーニングっていう新たな形態の授業をやれって言われるわ、はい、でさらに道徳だの英語だの教科科が来て、はい、その授業時数全体は増えているわ、はい、でそういう中で働き方改革なんてできるかいっていう、うん、そういう現状があるわけです、うん、それなくてもね、教員の方はね、うん、そのなんていうかな、労基法にそのままのはね、効率とかだと、守られている形になってなかったりとか、ね、そう、給特法でね、残業代を払われないっていうことで、うん、特例化させられているわけなんですけれども、うんうん、その残業代を支払わせるっていうのは本当に大事だと思うんですけど、うんうん、そういう制度の枠組みだけじゃなくって、やっぱり教員の働き方ってことを考えたり、その本当に教育のあり方ってことを考えた時には、うんうん、そうやって上からこうの丸々教育丸々教育ってやれ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 っていうことばかり押し付けるんじゃ絶対ダメですよね、うん、やっぱ教員を抜本的に増やさなきゃいけないし、うんうん、もう本当に今の教育現場って子どもたちも多様化してますし、うん、貧困とか深刻な子は本当に深刻なんですよね、うん、やっぱそこに対応できるだけの人数は必要ですし、うんうん、同時にもっと個別に、ね、対応できるようにってことですよね、うん、もっと教員が、ね、自主的に教育ができるように、うん、自分の創意工夫でできるような、うん、そういう現場を作っていかないと、そういうのをバックアップするようなね、本校で文科省もやってもらいたいですよね、本来はそういうあるべきだと思いますね、うんうん、少人数学級化もそうですよね、そうそうそう、子供の前回見る、そう、だから少人数学級っていうのも安倍政権になってからまたパタッと止まったでしょ、うん、で教員の今そんなに止まってるんでしたっけ、そうなんですか、止まってるんです、それ以上言わなくなったんです、一時期は言ってその言ってましたよね、小1とか中1とかで少人数学級だって言って、うん、はいはい、たんですけども、うん、それがもう安倍政権になってからその少人数学級のために教員を増やすっていう論理は一切なくなりました、で少人数学級ってことも言わなくなって、うん、基本的にそういうことじゃなくて、まあ、個別のね、うん、日本語教育とかその特別支援とかそういうことで人増やしますからっていう、まあ、そういう理屈を無理くりつけてなんとか増やそうっていうのが文科省なんですけど、うん、ただもう全体としては子どもの数が減ってるからって言って教員の数を減らしていこうっていう方向性が出ていて、そういうもとでもうどん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 実数の教員数っていうのは減らされているのが現状。子供を減らすんじゃなくて、子供を増やす方向で、なんか少子化対策なんでしょう。女性が輝く社会で少子化対策なんだからさ、なんか増やすんだから増えるのに対応できるように、まあ保育もそうだしね、教育も抜本的に改善すべきじゃないのね。本当そうだと思うんですよ。だからね、子供の数が減ったからじゃあ教員減らすかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりだからこそ一人一人に向き合うね、丁寧な教育ってやるチャンスだと思う。そうなんですよね。うん、いや、そこはおかしいですよね。おかしいですよね。きめ細やかにね。うん。うん、で、そういう中で、教員ブラックとか言われて長時間労働も問題になって、うんうん、で、そうすると教員を志望する学生だって減ってくるっていう、もう悪循環に今もっと入ってしまっている。うん。やっぱね、これをね、
切り替えていかなきゃいけないと思いますね。真ん中確定から話がどんどん膨らんでいくんですけど、うん、どこまで膨らませるか、どうそうかっていうのはちょっと悩んでるところですけど、いやでも、はい、本当にまあ、学定の問題もそうですし、その今言われてるね、その、うん、まあ問題についてはね、その教育のね、本当にあり方の問題、うん、まあ、一緒に考えていければなと思いますし、うん、まあ、問題がある点についてはね、本当に池田さんに頑張って追及もしていただきたいなと、はい、またその裏腹の関係でね、この間取り上げたブラック拘束、うん、その厳しい指導の問題とかもあるんで、うん、それはまた別途ね、うん、お話できればなと次の機会にね、次の機会にとか思ってます。ちょっと予告みたいな、はい、そうですね、ありがとうございます。まあ、追求していただければなっていう感じですね。はい、頑張ります。あ、だから、はい、本当に各現場でね、うん、まずはそういう学ってやめようよ運動みたいなのをね、うん、広げて、まあ、それでいいって言ってるんだからね、うん、行きたいな、いただければなと思いますね、うん、まあ、むしろそうやって大阪市長がああいうことを言ってるからこそね、うんうんうん、ただ単純に評価に反映させるのは問題だっていうことだけじゃなくって、うん、もうそもそもやっぱりこの学って問題だからさ、こういうことにも使われるんだからさ、うん、一旦やめようよっていう、うん、そういう運動ね。そうですよね、うん、それが基準じゃないですもんね、うん、広げていければなって思います、うんうん、頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。キラヨシコさん、まあ、やっぱりね、本当その学力テスト、本当そもそも必要なのかっていうことをね、やっぱその考えないとね、やっぱり本当に子供にその考える力っていうのが、本当にこう育つのかっていうね、テストの点数だけ良ければいいっていうね、その要領の良さというか、まあ、それによってその子どもの論理性とかですね、まあ、そういうのが失われていったらですね、何やとか分からへんなという気がしたんですけどね。はい、まあ、ということで、まあ、次は、最後ということで、お楽しみに。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。